ええ、お願いします。ま、とにかく数こなしゃそのうちなんとかなるわよ。あの、それがヒントなんですか？そうよ、決められた数回れば先に進めるようになってんだから。あの、ズバリ言ってますけど。まあいいんじゃないの、このメッセージもみんな見られるわけでもないし。というわけだから頑張ってね。はあ、わかりました。この中はどうかしら。何かしら、このプニプニは。みんな、体育館に集まって。ヒヨネ殿たちがターゲットを発見したわ。キヨネさん、あいつは…三星が…三星さんだよな。なんか様子が違うんだけど、少し様子を見た方がいいかもしれない。ぬいぐるみ？みんな伏せて。なんだよこれ、ただのぬい。この声、さっきの生物の声。キヨネさん、三星さんはどうしてしまったんですの？三星はあの生物に襲われて。三星殿の体はあの生物に乗っ取られてしまったのよ。多分放射線を浴びて進化のベクトルが狂ったのよ。そんな、あのバカ、だからあれほど注意しろって言ったのに。ワシューさん、どうしたらいいんですか？まず三星殿を、いや生物を刺激しないようにすることね。てめえ、よくもやってくれたな。やめろ、リョウコ。やられたままで黙ってられるか。
いい気になりやがって。でもいい気になるなよ。涼子が何とかしてくれること期待するしか。私にだって不調な時はあるさ。ダメだ。なるほどなるほど、いいデータが取れたわ。さて、そろそろお開きにしましょうか。清音さん、どうにかなんないんですか？あのブラスターのエネルギーはもうすぐ底をつくわ。そうすれば。やった、エネルギーがなくなったわ。さーて、さっきのお返しをたっぷりしてやるよ。なんだよ。暴力反対。お前が言うな。逃げて。天地兄ちゃん、早く。キュイ、うわっ。ああ、完成したばかりの麻酔銃よ。いやー、間に合ってよかったわ。ほー、
いやー本当に良かった良かった。助かった。そうだ、つまみさんは元に戻っちゃった。ささみちゃん。ささみ。バレちゃった。お前が言うな。まったくですわ。そんな、体まで乗っ取られて私一番の被害者なのに。おまけに涼子さんにはボコボコに殴られて。何言ってんだ、こっちは撃ち殺されるところだったんだぜ。あんたももろに撃ち返してたけどね。でもあの津波さんがささみだったなんて。この宇宙一の天才科学者ワシュちゃんに不可能というもんじゃないのよ。あ、どうしたのささみちゃん。本当のこと隠してた今日のこと、電池兄ちゃん怒ってないかなって。電池兄ちゃんいる？ささみちゃん。待って、ささみちゃん。よく来たな、天地。バカ、くっつくな、両方。何照れてんだよ。いいから離れろって、みんな見てるだろう。気にするなよ、他の連中のことなんか。あの、おい、涼子ちゃん、ちょっと邪魔よ。ん？かいいからしばらくそうしてなさい。カッパカッパ。どうしたのささみちゃん。ごめんね天地兄ちゃん、今日転校生だなんて嘘ついて。別に嘘をつかれたなんて思ってないよ。じゃあ今日のこと許してくれる？初めから怒ってなんかいないよ。むしろささみちゃんに学校を案内できて嬉しかったよ。ささみちゃんはどうだった？すごく楽しかったよ。じゃあそれでいいじゃないか。また来たくなったらいつでもおいでよ。ありがとう天地兄ちゃん。でも多分もう行かないと思う。どうして？ささみまだ子供だからよくわからないけど、こういう思い出って一回だけの方が大事にできるような気がして。ささみちゃん、その代わり今日のことは絶対忘れないからね。うん。いつまでも小さな妹だとばかり思っていたら、いつの間にかあんなことも言えるようになっていたんですもんね。彩香殿も
もっとしっかりしなくちゃね。カーパッカッパカッパ。はいはい、そんなにうるさくしなくても、会員返還だからじきに戻るわよ。あら、せっかく美人になっていたのに元に戻って残念ですわね。なんだとこの。まあ、また元に戻った途端に。ささみちゃんよりよっぽど子供っぽいわね。結局あの二人はああなっちゃうんだよな。学校でもそうだったもんね。あやかお姉さま、玉子お姉ちゃん、今日は楽しかったね。回りをしてみましょう。